カリム・ブディアフは、アルジェリアとモロッコにルーツを持つフランス生まれで、カタールに帰化したサッカー選手。カタール代表。ポジションは MF あるいは DF。FC ロリアン、エース・ナンシーの下部組織に在籍した。2010年に、カタールのレフ・イア・イス・シーに加入、同年9月5日に行われたシェイク・ジャシムカップ、あるアラビドー戦で選手として初出場を果たしたが、64分に、 レッドカードを提示されて退場処分となった上にクラブも1から0で敗北するという惨憺たるデビュー戦となった。2009年12月22日にアルジェリアユーマイナス23代表がアルジェで行ったトレーニングキャンプに招集された。しかしアルジェリアユーマイナス23代表としての出場はなかった。選手としてカタールでデビューした後、 カタール国籍を取得したために2013年11月13日にカタール A 代表に招集された。代表初出場となったのはあるヒラルとの非公式試合であった。2013年12月21日に行われたバーレーン代表との親善試合で公式試合初出場を飾ると25日に行われた西アジアサッカー選手権2014の パレスチナ代表戦を皮切りに出場機会を重ね始めた。代表初得点となったのは15キャップ目となった北アイルランド代表戦であったが、この試合の彼の得点はスチュアート・ダラスの得点によって総裁されて1から1の引き分けに終わった。代表での得点一覧。ありがとうございます。